駅西側の古仙橋から池袋方面を望む下りホームから池袋方面を望む南口改札南口物資駅は埼玉県入間市物資にある西武鉄道池袋線の駅。駅番号は SI24 相対式ホーム2面2線と抽選1線を有する地上駅。北口駅舎は上り池袋方面ホーム側にあり、 南口駅舎は下り反応方面ホームの反応より端部にある。ただし南口は自動券売機と自動改札機が設置されているのみで6時30分から終電まで開設している。各ホーム間は古戦橋により連絡しておりエレベーターが併設されている。トイレは上りホーム側にある。上り線と下り線の間に抽選がある。 過去には上下線の特急列車の追い抜き、貨物列車の対比などに使われた。現行ダイヤでは、回送列車や、旅するレストラン52席の私服の対比などに、利用されている。毎年11月3日に開催される、航空自衛隊入間基地航空祭の際に、増発される下り入間市終着の列車は、同駅に上下線間の渡り線がないことから、回送列車として、 一旦当駅の中線に入線し折り返して、上り線に入り、入間市から上り営業列車となる。かつてはこの列車は、物資駅発着として設定されていたが、到着列車が、中線に入る際及び、発車列車が、ホームのある番線に入線する際に一度本線上に、出て折り返す、必要のある煩雑さがあったことから、現在は、入間市、物資館は回送として運転し、 入間市駅発着で運転するようになった。2020年度の1日平均乗降人員は7760人であり、西武鉄道全92駅中66位。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。停留所名称は武士駅である。西武バスにより運行される以下の路線が発着する。 入間市駅改場と当駅の間には、かつて、クロス駅という貨物駅が存在した。1953年1月廃止。ありがとうございます。